はい一週間のご無沙汰でしたまた火曜日の夜がやってまいりましたはいどうもこんばんはですね、はい、んん今日も寒い日ですけども、はい、そうですねなんか二三日したら暖かくなるとかね、はい、っやってましたけどもねあのー、暮れに向けて、えー、まあいろいろと残りの仕事というか、はい、今年の終わりに向けてだんだん動いてるんですけど私もいろいろあのー、暮れにならないとやらないお,お話とかあるので <laughs> はい。 ちょっと今日もお稽古をちょっとしながら今日歩いてきたんですけどもしようかなと思ったら出た瞬間に全然知らない携帯の番号から着信があったのでまあとりあえず出なかったんですけどでその歩きながらパッと気になってメッセージが入ったんで聞いてみたらですね私の,あの後輩の金言亭馬友師匠という若い頃からね私は将来、馬将にな,るとなってやってもいいと、はい。はいはい ななら飲み会のお誘いがこの暮れに来まして、はい、この暮れに来まして2日連続、はい、この人この日夜空いてるかっていう、<laughs> のお前ほら彼女やねえんだからそんなあ前に開け,開けらんねえよって話をしたりしてたんですけどそれで話の稽古が中断しまして。えーはい 全くできないまま、局に来るという、というしようと話しちゃった。もうがっかりですよね。集中してね、えええー、話して、話したいのと、あとその電話切った後も。同じペースで歩く人が、ちょっと前と横にいたんですよ。はいはい、全然稽古できないと思って。 ちょっとなんか気になっちゃいますよね。周り人がいて。ちょっと離れないとね、できないんですが、そんな感じで。まあ、くれ、あともう半分ですか。まだ、もうちょっと。まだあと三分の二ぐらい。三分の二ぐらいですね。というところ残しまして、息切れしないように頑張っていきたいと思います。じゃ、あタイトルコールいきましょう。春菊。スイカの今作放送局。 めましてこんんばは今放送局ですいはでですす定はいもう始まりましたけどもねそんなことで本当に暮れに向かってるわけですけどもなんかあの中盤がねちょっと忙しいんですよ20日ぐらいまでがそこから先ががさっとなくなるというなんかね今のうち暇な方が気が楽なんですけどなんか立ち止まってる時間がないっていうのがね 困りますね、えー、なんかねまあでもほら暮れはね暮れでねまた大、はい、掃除とか大掃除とかね大掃除しませんけど別にね <laughs> お掃除はねあのやっぱりあの春とか秋のうちにって言いながらそれもしないんですけどね。はい <laughs> まあまあなんとなくいつかやってみたいなと思ってますけどいろいろとね1週間もありましたけどもねあのまあお仕事もさせていただきましたけどもあの見るということもいろいろあったりなんかしましたねまあそのスケジュール日程、全然覚えてないいつだったかも覚えてないぐらいなんですけどもあの青都のね京成青戸駅にもんじゃ長尾っていう,うももんんんんじじゃゃ屋ささたこ焼きの長尾っていうお店がありました。 そこで何やらお笑いのライブがあるということをちょっと情報が入りましたのでそこにジェットカンフルの一二の大臣という大城大臣というんですけが彼が出るというので行こうとそれからラインナップに小石田純一がいさんのものまねの一応公認ですからね石田潤一公認のものまねという。 はい、おかしいんですよ。何ですかあの、まあ、や、細くて、はい、こうちっちゃいです。顔ちょっとでかくて、えー、なんかちょっと気持ち悪いですよね。ちょっとアニメみたいな感じです、ね。シュウマイの底みたいな感じです、ね。ま <laughs> <laughs> あ、でも、石田純一さんに、やっぱり顔似てますよね。あのね、うん、なんというかね、しだね。はい、まあ、あれもだから、きっと、ほら。 あそんなことやりたくて芸人になったわけじゃないわけだからさ似てるねかなんか言われてはめてとかいたから,ほらピンのとく人は特にそうじゃない、はあ、なんか巡り巡ってそれに行ったものが売れたか売れないかっていう、ええええ、確かにこういろんなやつ試して、うんうん、それが当たってそのままあ、そのキャラでみたいな人多い、ね、そうなんだよね,ねだからそう後がないんだよね浅い芸の人が多いからさ <laughs> まあでもそんな中でんだいその ニュースタッフっていうそのジェットガンフルが所属している今風邪ひがしらが小石田純一だからで、その中の若手がこういっぱい出てきて次々ライブをやったんですけどなんかね面白かったですよなんだかの。で面白かったのは状況がまず面白かったんですけどまああのうち子供連れて行ったんですけどパッと行きましたら最前列の2列の10人ぐらいが小学12年生ぐらいのがなぜかいたんですよ。で、んななああのあのあ、のなんていうのかな選別 たこ焼きサンドっつって海老せんにたこ焼きを挟んだやつをこうやって食べながらジュースを。でみんな食べて暑いから全然減らないんでその子たちがずっと食べてる後ろにうちら座ってその後ろにんかちょっとその何追っかけの人たちみたいな感じのおばちゃんたちがおばさまたちおばさまっていうかまあ30代半ばから50代ぐらいのアラサアラフォー。 いてですね、はい。なんかその独特の不思議な雰囲気で始まってきまして、もうワッと誰もほぼ知らない人がわかるんですけど、でもま子供たちはその何なにかそのおかされると喜ぶみたいな感じだからあの大人たちもまさかまさかそこに小学生が10人もいると思ってないからそんな対応をしようと思ってきてないわけじゃないですか。もうみんな振り回されてます。もうねだからであこんなの受けんだとか。 これ受けねんだみたいな感じでやってましてーーでその中でうちの子供も連れてたんですけど、はい、まあ5組ぐらい出てうだっとわったらなんかもう結局最終的になんかもう全部こんな感じでもう行かないみたいな感じで <laughs> <laughs> 子供ですからね。だったんですけど最後なんか1日ぐらい経った後、はい、なんか急に男のえ,え,えっとね、えー 男のコントああはいはいはいあれですよねえっと「瞬間メタル」あってごい瞬間メタルあっすごいすごい瞬間メタルいたんですはいそれをねそれが気に入ったらしくてでそのほらここにヘビつけてるんですよ春日なんだよね立場で「ここにヘビがついてるよ」とかって言ってきてで、最終的にコントやる時は「ヘビるよ」って言うのヘビ撮んのかいと思ってそんで男のコント気に入ったらしくてやってましたようちでそうです よかった男のコントってやってましたけどねあれはおもねろかった今ね一組だけでもね記憶に残るなしだってね12345人で1時間ですからね結構長いですねそういうお笑いライブにしては大体お笑いライブってね10分ないぐらいのそうそうそうだから逆にみんながもう四苦八してるわけですよ で最後鳥のコイ田タ一が二つぐらい寝たえって、ええ、心がボキって折れた大きな音が部屋中に響き当たりましたですね。<laughs> でもほらね多分出てきた時は盛り上がるんですよね。あコイシタジュンチああ。小石田純一たでもねコイシタジ知らないからね。あそっか子供は知らないですよね。うん、知らないから。ええ、あのほらこの白いシャツなんとかで靴下が履いてない。 全然こう、えー、これはねちょっとね、えー、面白い。俺はそれで笑ってたけど、はい、あのもうそのファンの人たちみんな後半後半みんな笑ってんすの。 自虐っぽくやってるの分ったんだけど本人がもうやっぱりついてからやっぱりメンタル弱いね彼ね、ええ、子供にはちょっと難しかった、ね、やっぱやりやるっ逆にやりきっちゃえば良かったんじゃないかと思うんだけどね、うん、子供なんか子供ってやっぱリズムネタみたいなやつとか決まり文句とかある方がやっぱウケますよねきっとね,そうだ,ねだからやっぱ男のコントみたいなやつのほうがで男のアンパンマン <laughs> <う>男のアンパンマンとかってやって。<laughs> メタルそれあれですか多分見たことあるけど詳しくは覚えてないですあそうですかまあ詳しくやるほどのもんじゃないですよまあこう上げていくうちに面倒だがら一個上げて「おじさん」っつってこうやってもらってさ直接くれみたいな話なんだけどそういうげの瞬間メタルとなんかね面白かったですでもんか今回結構人が入ったのをいいことについこの間やったんだけど二日の日やったんだ2日の日やったんだけど 第2回目を14日にやるってそれはもう自殺行為じゃないかってそれはだめですだめでしょ入るからっつってすぐやるのだめでしょそれは落語界でもよくありますねあることあることある落語界第1回始めたらすごい入ったからすぐやりましょうとか言って2か月後ぐらいにやったら全然人入んないよくあります浜崎屋さんもそうなんですよ浜崎屋さんも最初あのママは毎月やろうって言ってあ 毎月は本当にダメですお客さんの方も毎月やってるからまた来るね、うん、って言って毎月っていうからそのこのことはもう前の月に終わってなきゃいけない話し合いがね <laughs> <う>無理でしょだからもうやめてもうほんに説得してやめたほうがいいって話をしたんですけどね一応 <laughs>、えーえー、14日じゃあまた見届けに行くかないからでもちょっとその、えー、どうなってるかを見に行かなきゃかなっていう、えー。 気もするんですけどね。メンバーちょっと変わるんですから、一緒のメンバー。わかんない。調べてください。ですか。ちょっと男のコントは覚えてもいいかなと思ったんです。あ、でもなんかその面白かった。一人一人その心の強い人弱い人いっぱいいて、フォあのねモノマネをつってねあのすごいすごい藤森慎吾の丸とかそういうら辺をま小学生にぶつけてくる人がいてその人もちょっと面白かった。 受けてない分からないけど受けるっていうんか持ってかれたね愛嬌というかそんなものでその2日の日はまあ水曜日だったんですけどその日の夜実はああのの長住澄徹栄六輔さんのねご実家のお寺でやってる落語会の最終回一応基本の今この形でやる最終回で183回目で最終回になりましてま出演じゃなかったんですけどま前回行った。 近いんで顔を出しに行きましたもう A さんは上に上がってまして高座に。そしたかちょっと調子が本当に悪かったらしくてもうほとんどフリートークも出てこないぐらいなのでほぼ置物こう椅子に座ってこうやってあれ足のめてればビリケンですからね足のめてればねくすぐっても笑わないぐらいな感じですまあまあそこで今日の今回のゲスト すさんですペコちゃんのでっかい方、はい、が、あのー、いろいろ喋ってネタ喋って、はい、ネタ喋ってそれで「ストーカー」と呼ばないで歌って降りようかなと思った A さん急になんかブーブーって喋りかけてなんかちっちゃい声で,でそれがな何か,か,かのネタが見たいってこと急に言ったらしくて、はいはい、それがわりと面倒くさい難解なちょっと大変な話だったらしくて。はい そそれれ分以上かかるんでですよ声張らなきゃいけないですね調子やってましたよかわいこの暮れに来て調子やってでもえらいもんでその調子やったんですがのため飲みながらまた横からずっと落語をいててもともとね新宿の末広店のお茶子さんだったんですよバイトやってる方だった落語はもともと落語そうですね芸好きで入ったんですねやっぱりねこういう世界に入ってあれですね渋谷の

ま独特の女性漫才でしたけどね。うん。そう、ペコちゃんはね。そう、そう、そう、そんな感じ。まあ、ソロになりまして。で、あの、まあ、それでそんなことしながらですね。今回は、最終日、最終回してるので。結構いろんなね。いろんな方が、その。あのお客さんにあげてくれっていう景品みたいのね。持ってきたんですよ。もう本当にこれがね、あの。中戦会で。ヒバっていうか、あの、なんっつか、あの、ああいうの。 匂いいいのののすするる木木あるじゃななですかみたそれのブロックとかあるんですけどこれ明らかに物置小屋にずっとあって処分に困ったものではないかなというような積み木セットのかを30点ぐらい出してきたんですよ。<laughs> はいはい、でそこに近所にある天さっていう天ぷら屋さんがあって、ええ、そこが正蔵師匠が好きだった天かすをつって、はい、10, 10袋持ってきたんですよ。 60本、けんがあったんです、き今日のお客さんに、それにさらに色紙が、10枚あい付き紙ついて1 60本になったところに、ペコちゃんがですね、太田捨てルさんがですね、私、昔は CD、みんな買ってもらったんですけど、ちょっと暮らしも豊かになったんで、今日は20枚置いてきますので、すごい、ほとんど辛口なしみたいな。 結構大変だったんじゃない大変だったけど結構でもなんか度胸があるみたいでんかちょこちょこ変なこと言いながら二つ目になった余裕が逆に言えばほら我々よりも顔なじみだったりするからずっと前座さんやってただからお客さんは受けたりするわけですよだから逆に良かったのかなって思いながらでも A さんはそのまま帰っちゃいましたよね。ね久々にまた珍しくいつも最近は長住みいなとは 早く帰るんですけど、ちょっと珍しいちょっと珍しいメンバーがあったもんで、ちょっとずいぶん遅くまで飲んじゃったなってことあったんですけどね。まあそんなことしながら、あの5日の土曜日の日は、あの東長崎ってとこに行きまして、あの前回来てくれました、古屋敷し君の前回ね、あのゲストでライブ出てくれました。行ってきました。え、ふれやのライブだと思ったら、古屋敷し君は最初に出るっていうやつで、後半じゃないんかいと思って、まあいいんだけど別に。でもう一個チキンナゲットっていうなんかね、福岡から。 3人組でその子たちのお客さん結構いっぱいいて<ー>なんかね、はい、ちょっとね面白かったよ3人組で、うん、えとフォークギターを弾きながら歌う男の子と、はい、フォークギターでソロとかあのバッキングをしながらコーラスやることあとコンガっていう3人組でですねでさらにちょっと曲が熱いんですよ。はい、うん いじめ防止とかそこら辺のことを真顔で歌いながら目線を全員に一人ずつくれながら歌うので油断がならないじゃないですか知らんぷりとか目線をタイガー・ボーはこういうのこういうの見てこんなことしてるんですけどもそれもしにくい感じで真面目なんで怒られそうな気がしてちゃんとと真剣に見ない後半かなりこんななってましたけども。 あの何か悪魔が乗り移って <laughs> 体がぐるぐるぐる回ってもう変な変な高齢しましたけど、ねええ、でもなんか楽しかったですなんかでも今日はこの日はもうちょっと飲みが続いてたんで、ええ、帰りましたよ、はい、あこの日はさすがに、はい、帰ろうと思ったんですけど途中日暮里でちょ,ちょっと寄っちゃいましたけど。ええ <laughs> パクチーが食べられる店やったりなんかしてねそんなこんなことしながらまた最後日曜日にで、はい、その次の日がちょっとあったんで早く帰ったんですけど、えー、あの私がやってます落語教室が、はい、その発表会をやりまして、はい、えっと下谷神社でやったんですけど、えー、今回あのいつもあのあの下谷神社ってあそこに講座があるんですよね、はい、下から運んできて大変じゃないですか、はいはい、でさらになんかその、えー、っと誰でも使えないんですよ。 通さなきゃいけない人がいるんでを通さないと最後の仕上げに入れる輪っかを貸してくれないんですそしてて個人で持っるというということでうちらもこそっと使おうと思ったら使えないから危ないから怪我しちゃうっていうんでそこにあった低い足の長テーブル付けを6段下3上3で使ったら結構これがちゃんといい形の。 講座ができて、前より立派な感じ、ええ、<laughs> これでいいじゃんもうと思って、思ったりしたんですよね。ええ、まあそんな感じで、なも今回とってもあの皆さんが出来がよろしくて、はい、あのなんつんですかね、あのー、なんですか、ええ、あのもう長めがなんか予決場のやつ12月の20日にあるので、そこに向けての前哨戦で頑張って受け、ええ、してので。結構あの発表会頻繁にやってる。そうですね。あの今カルチャー。はい。はい 読み入りカルチャーでやってるところの生徒さんがもう定期的にやらなきゃいけないことになってるので月2回月2回稽古してるから4か月ぐらいで話が終わるんですよ8回やるからなんで結構もういいペースでポン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 回って,てでも面白いですねやっぱりねいろんな意味であの楽しい発表会になりましたけどその時に僕ちょっと芝浜をちょっとやったんですけどね やっぱり不思議なもんで黒もん手でやる芝浜とここでやる芝浜はやっぱりお客さんがおなじみのっていう感じでなくやってるんでなんかねこっちもあんまり気が入らずでも逆に人情話してそういう方が良かったりするのかなと思ったりもするんですけどねそうですねだからすごく感情込めてやる人とふわっとやる人もいますけどだから込めすぎちゃって冷めちゃう人もいるかもしれないしさらにその時にあの 明らかに幼稚園と小学校一年みたいな子供が2人いたんですよ。もうちょこ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 走り回ってて。あーと思って、でその。やめようかなと思って、ちょっとしたら。自分のお客さん呼んだ人は。今日師匠が一番もやるってね、みんなお客さん来てるんで。あの、やっていただけないかと。あ、そうか。ちょっとね、コンパクトにやろうかなと思って、でも。まあ、あの話でスッと話に、今日、今回は、あまり枕を踏まずに入っちゃったんですよ。で、子供も。今日なんとかって見てるうちに。 ポトンと落ちましたですね。よかった、ええ。見事に落ちましたんで 2>,、ええ、2, 人2人子供が落ちましたんで、ええええ、本当にゆっくりできましたよあもうあんなものでぐずられた日にはさ「ね、やだ帰りたい」とかさ言われたらもう最悪でしょ。そうそうそう そう、だからうあの親子さんが好きで子供を連れてきて、で子供が本当にあのまだちょっと聞いていられないぐらいの年齢で。うもう後ろの方でお母さん、ね、帰りたいって、よくある光景ですよね。泣いたりとかね。<laughs> もうね、そうなんですよ、だからもう。 吉橋だね落語ってね,で,ねで、そんなことで落語嫌いになっても困るしさね、ねという感じなんですけどね、えー、まあそんな1週間を過ごしてまいりましたんでちょっとね1曲を聴いていただきましょうか、はい、え、じゃあいつもの曲でございます今そこに演外団のテーマをお聴いてくださいどうぞ 笑う「ことがこんなに素晴らしいことだったなんて」 きもち 「えるためじゃない今までの恩返がしのために」「いますぐそこに今すぐそこに今すぐそこに届けたい心。 「けたいい今すぐそこに今すぐそこに今すぐそこに届けたい届けたい」 スマイル本舗の提供でお送りしますはい今週もこのコーナーがやってまいりましたいきますよスイカの目<ー>ありがとうございます、えー、今週もですねメールいただいておりますはいありがとうございます、はいえー、まずデニコさんですねはい、はい、えー、小スイカさんこんばんは、はい、デニコですんんえー、今日は寒いですねまあ、プロだから風の心配はしてませんがえー、小スイカさん、えー、2代目 三遊亭さんのなめる聞きました艶っぽい話し方をする方なんですね面白かったです落ちが良かった,かったさて先日コンビニへ行ったら久しぶりにバカップルに遭遇しましたうん、うん、レジで温めますかと言われてチャラ男があー俺たちみたいに熱々でなーだって出たバカップルまだいるんですねイチャイチャくねくねもしかして私は嫉妬しているのかなそれではまたバイチャということでねなるほど、えー、これねあのー もうなめるを先週師匠が。聞いちゃったんですね。聞くといいということで。だから、ちゃんと場所を違うところで想像してね。えー、聞いていただくと、はい、本当のなめるはどんななめるだってこと。 しかも二代目三遊亭演歌さんのってこれ、なかなか古い音源ですけどよくけ、ね、よく見つけましたね、どこで見つけたんでしょうか、か普通に出るもんなんですかそれ、検索すると。YouTube なんか、それとも図書館で置いてある、よくあの図書館で、えこんなの置いてあるのみたいな、カセットテープで古い音源がたまにあるんですよ、ねうん、ずっと昔に入れたっきりね、謎の音源になってるみたいなやつあるじゃないですか。 す<で>、はい、すごい偏ってるんですよねあとはあの、ええ、自分で買いたくないものをここで予算で発したりするじゃないですかあの「ポニーキャニオン」で出てる「新商全集」なんて、ええええ、あれ金買ったら損しますかな、ね、んなもんね <laughs> でもうあのスタジオ録音の妥作ばっかりですから <laughs> いやいや我々が聞けば勉強になりますけど、ええ、あんなもん白さん聞いても全く勉強にならないですあんなただ金稼ぎでやったら荒仕事ですからあんなもんは、ええええ あの図書館でね多分見つけたのかなね,、はい、ねちょっとそれも教えていただければと思いますよねもしやったら次なんかありますかおすすめは何がいいですかねうう色っぽい感じの話あの色っぽいんだったらちょっとなんかその全体的な想像力のなんかでいうと、はい、あぶがあこのこの人スケベだなとももう話が出てくるのは、えー、あの小間物や団蛋小間物や生団うんあ<ー>まかなんかあなんかこの出てくる女の人ってはい、はい、あのなんかその 色に流される人ななんだでもちょっと可愛いところがあるしっていうような話でもあるのでもしよければあとバカップルってのはこれ別に急に消えたりしませんからねこれ未来永劫不滅ですからずっといつの世にもいますからイチャイチャしてるだけはバカップルじゃありませんからねの本当にバカのカップルっていますからねたまにねそういう人見かけますよね。ででホーム待ったに男男と女の子さ ス女の子が「<laughs> ワープ?」って言って「<laughs> バカつまんやな」と思ってすごい久々,久々に言いましたよ「<ー>おおすげえなと」と筋金入りのワープ,ワープ言って <laughs> そのぐらい早く感じたんでしょうね。な、うんとなく収まるという。 疑問の波がまあまあでもねなんか可愛らしいじゃないですかその会はねなかなかねでもかわいな将来が待ってる気ましますけどね次はぜひ小物や聖誕を聞いていただきなかなかこれあの面白いですよこれもいい話ですよはいありがとうございますえ続きましてですねちぎらさんですねしえ塩水かさんこんばんはちぎらですえ今日も楽しませていただきますえ朝晩寒くなりましたね早晩はきついですこれからえ忙しくなってきますねお二人とも忙しそう そうですね。風と体調など崩さないで頑張ってくださいということ。ありがとうございます。いますはい。風は大丈夫ですか。えー、そうプロですからね。わざわざ人が来、はい、気をつけてね、それをさ断るということです、ね。か <laughs> 私たちは大丈夫ですってこう言い張るというね。可愛くないですよね。<laughs> <laughs> えー、あ、じゃ、続きまして、はい、いつもありがとうございます。あなたのキャメロンさんからです。ええ、しょうすいかさん、こんばんは。はい、はええー、寒いのが苦手なキャメロンです。えー、寒いということで、うん、思い出の鍋なんかありますか。キャメロンがロスにいた。子供の頃。 えー、昆布の出汁でとった汁、えー、鍋に、えー、豆腐とたら,たらのみ、うんえー、醤油に刻みネギとか、うん、あ刻みネギとか鰹節を混ぜたのにつけて食べる、うん、とてもシンプルな鍋でした、うんえー、冬といえば必ずこれが食卓に出てきましたね、うん、思い出の鍋ですよ今月は落語を聞くより忘年会過去飲み会が多いキャメロンでした <laughs> ということでありがとうございます。はいはいはい その鍋はもう昔の家庭には当たり前のようにありました。ほんあの鍋の中に寿司屋の湯飲み入れちゃうんですよ入れちゃってそこに醤油とネギとかつぶ入れるんですよでそこに本当に湯豆腐とたらがあって取って中のあったかいのをかける食べるだけそんなのちょうどだから世代がそうなんですかねなんかでもあれですね ロスにいた頃って書いてあります。あ、なんかそれはなんか頭おかしくなったんです。<笑><笑>いやでもなんかそのなんか今想像するとなんかちょっと粋な感じの食べ方、ねはいはい。あいやもちろんあのどっちかっていうと池上正太郎風ですよ。ね、そうですよね。はいはい。えー、小鍋立ててとかっていう感じの、ね、なんかいいですよね。あそれはもうあのいそれいくらでも酒飲みますよ。こんな、えー、こんなことしてればね。<laughs> ええー、そうですね。あ今週はね私もね、はい、鍋 <お>この冬初鍋したんですけど。ええ、でも、あの、私の場合、あの、相変わらず、あの、こう買ってきたね。寄せ鍋のやつで、ただ鍋作る、うん。もう最初から、もう野菜も、はい。何も全部。買ってきて。それをもう、じゃ、入れて。蓋して。は太さしちゃう感じですか、はい。そうですね。<わ> <laughs> え太、え、さしちゃうの、そのまま入れて。もう、そのまま全部入れて。ああ、やだな。でね、締めがね、これがね、うん、うどん。 かみたいな感じになって最終的にうどんにしたんですけどうどんの時はねちょっとアドバイスすればちょっとね甘めのタレにするとうどんが美味しいです甘めのタレの時はご飯にするよりはうどんにした方が美味しいと思いますこの僕やった時はねそばがき作っといてそばがきを入れるそばがきって自分で作れるんですか そば粉を買ってきましてね、こう練りまして、笑いみんなえ一般的に自分の家でそばかきなんて作って食べるんですか？水イートンとかそば粉と自分でスイートは分かるんですけど、そば粉だってそば粉なんてうちにないじゃない。買ってくれるやいうちなうちだってあのゼロ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 じゃありませんから、あそば粉が出てきたってことありませんよこんな急に。そうほら小麦粉はうちに常にあるじゃん。うん、僕もそば粉は常にあるので。そうなんでこう作ってやつをといておいて。 それで鍋すごい美味しかったもうあの水筒よりちょっと柔らかめにしたんでもうちょっとニョッキみたいな感じになってあいいですね相変わらずそば生活まだ何となく続けてますよあの全食じゃないですけどそばをちゃんとポイントポイントに使ってますし今でもあのクックパッドは毎週200ビュー以上されてますからねパクチーそばでいやいろんなのやってますけどいろんなもうんか内容よりも数アップすることあって気が付いたので。 どどんどん新しいものをアップしてます今 <laughs> クックパッドで一、ええ、回70ぐらい落ちちゃったんで、はい、悔しいんで連発してたらまた200ぐらい戻ってきましてあ,、えー、あれでもまだ有料のやつはやってないですやってないですだって <laughs> だって,だってだんだもん。あっそ,そうですね自分のレシピ出してるだけだからはい <laughs> えーうん、人のレシピ見ないから有料ですか レシピ載せられる。あのレシピを保存ができるんです。保存ができる。アップはできるけど、保存してなんとなくちゃんとできるのはやっぱりプレミアムで。えー、なんかそのショーとかに。対象になるんじゃない、そっちの方が、はい。プレミアムの会員の方がきっとね。えー、僕もたまに、あの。 応募してますよ。レシピ募集の時に冬の温まるお料理とかってやっぱりしてますけど、はいはい相変わらずはやってますよ。どうも楽しいです。なんかおすすめ鍋とかありますか。おすすめ鍋ですね。簡単なやつで。いや鍋なんて鍋なんて全部簡単ですよ。まあそうですけど。 <laughs> まあそうですけど料理じゃなないでですす、ね、別にあんなものを <laughs> そうですかはい、はい、洗い物が少なくていいなっていうのがありますけどねあーあーあーだからね、えー、あの若い頃はもう、はい、あのわざとだからもうほら、はい、あ,んあんこ鍋とかのあん肝で、はい、たらでただ白でじゃなくてあん肝と白子しか買ってこない鍋とかね、えー、豆腐と野菜とあん肝と白子だけそれって結構食べるの なんかあれじゃないですかつなんかこうもうちょっとグイないとつまんない。全然つまんないから、<laughs> か全然もう最高ですよでネギとかちょっと太いのやつ使って下タネタねギとか入れて、はい、とかね、はい、あとまあ本当に凝ってくるとネギ焼いたりするから先にあのな長いものを焼いてそれを切って入れたりとかまあいろんなことしますよ、えー、鍋は鍋はもう本当に何で食べてもあ美味しいですよで、はい、一番僕はあのうちはほら今あの I H なんですけど、はい。 あの鍋を半分に切って、はいええ、よく対局の鍋じゃないんですよこれ、ええ、普通あれじゃなくてですねんだっけあそこのニジョがなんかで売ってる何、はい、だっけインチキ母親用のいっぺんに二つのものが炒められる鍋っていうのがあるんですよ。 あれですよね、朝だからお弁当を作る時とかにいっに,できるようにいソーセージ食べこっち卵焼きできたっていう二つのやつの取っ手を外してですね、ええ、普通に鍋にして使ってるんですよ。深さあるん結構ちゃんとこれあるんで,るんで、はい、それで,でだから辛いのはと、えー、普通の作って、はい、大人は両方食べて子供は辛くないほうで食べるみたいな感じでやってますね。えー、もう鍋鍋鍋はは好きででですすすよ僕は、えー、昼間とかも鍋しますね一一人人、はい、あののー、うちの あの家族で椎茸食べられない人がいるので、いないと僕は椎茸鍋とかしてます。椎茸をメインにして、そう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 。もう本当にもうそんな親の敵のように椎茸を。なんか椎茸ってもあんまり食べないですよね。私も別に嫌いじゃないんですけど、でも買ってもあんま使い切れないなと思って、そんなに。 まあ入れ,入れちゃえば入れちゃえばいいんだけど <laughs> またそのしいたけ単独のなんか料理とかがあんまり思いつかないです、うん、ああそうかそうかそうかと、うん、いって思いつかないからって細かくしてちゃんやりたりしないでしょしないです <laughs> 大概なんかこうちょっと焼いて付け合わせにするぐらいあ,<ー>あとはちょっとその鍋入れて残ったらなんとなく炒めるかなみたいな <laughs> なんかもう見えますね見えますか、ね、エアラさんじなくても見えます、ね、見えますかす <laughs> さんだ感じが。 まあまあいいんじゃないですか。まああのあなたの食レポ聞いてればわかりますはい。そんなにねあのもう深くこうねいろんなこと喋れませんかはいわかりました。私も聞きませんから。すいません。なんか生活なんかありました？今週は。えと今週はですねまあ初鍋したのとあとはまあ特にそんなに今週なかったんですけど。なんかそうですか。 来来年年向向けけててとかなんかかでですす、うん、そうですね1月のだか22日のうち幸い町ホールがありますので,お<ー>、ええ、でこれがねあのチケットがそのなんか最初すごいブワーって売れたんですけどっっっ、ね、なんだかんだねまだ売れ残ってるらしいんですよ。<laughs> あれなななんかもううなくなっちゃうみたいな感じサンケーリビングさんから連絡が来てすごいあの<ー>結構すごい売れてるんでちょっともう残り少ないみたいなの流しますからみたいなのが、うん、って「うん、あ,あそうなんですか?と」っ分かりました」って言ったらなんだかんだ 何十枚か残ってるみたいなんであ,あの <laughs> 売れました詐欺みたいになっちゃってるんでそんなにでもまああの私の手元にあと4枚ぐらい残ってるんで、うん、あ,んあとはサンキーリビングさんの方にも何枚か残ってるんでだからあのぜひですね皆さんねないわけじゃないんでぜひ来ていただきたいと思います。 なんかちょっとほら飛び立ったカムをさ三段とやったら落ちちゃったみたいな感じであれってこう失速みたいなそうなんですよなんかね勢いが良かったみたいで最初の売方の<ー>なんかそれでセーブしちゃったら止まっちゃったみたいな感じですね、はい、めっちゃ来ましたはい、はいえーっと 師匠すごいということでやらしいちょっと内容確認してちょっとお名前がお名前が書いてないですね「師匠すいかさんこんばんは久しぶりにメールしますそばがき私は何度も挑戦しましたがどうしてもダマになってしまいますそれをえそれを子とも無げにやってしまう師匠はすごいです」とこういうことで子ども投げにねやってしまう師匠はすごいですということでどなたかちょっと分かんないんですけど。 うん。なるほどこれなんかポイントあるんですか？いや別に。ダマになっちゃう。あのダマダマになる理由っていうのはいくつかあって、あのまま単年に混ぜることなんですけれども、だからちょっとだからあれなんですよね。後から粉出していくというか、まあ最初水から粉水粉とかに水かけていくんですけど、で緩かったら上からまた さっと粉かけてまた混ぜて、はい、さっとかけて混ぜてだんだん固めていく方がいいんじゃないですかねはいはい、はい、少しずつ足してみたいなうん、うん、で、さすと固めになりますしまあ、えーえー、柔らかめでも美味しいと思いますしね、えー、あの僕が大好きなお蕎麦屋さんが猿学町にあるんですけど、はい、松王っていう、はい、松に沖縄っていうそこの蕎麦屋さんは蕎麦が,きがとっても美味しくて三、はい、種類出し方するんですね、えー、大根おろしで出す時ときと、はい きな粉で出すときとあんこで出すときがあって、はいえー、酒のつまみとデザートが両方つまがきになるっていうのがあっていろいろ食べる方すると面白いと思いますよきっと。あとは本当に丹種に混ぜることですねダマにならないようにね、はい、潰していく感じで。えー、私、うん、家でそんなそばがきなんて作れないと思って作れないと思ってただからほん、えー、あの。 あの葉っぱみたいにしてこうあとつけて、私そのタイプのそばがきしか食べたこと、あれは手でねねってます、本格的にそばみたいに練ったやつを切って形作って出し出してますんで、もっとトロロンとししてこうこうなこう包丁でスプーンでこうやりながらこう落としてたりとかして、で浮いたら一回あの水のボールハタボールに移してまた次のやつやってって三回ぐらいまあもう美味しいですよ。 ということで、すのでぜひね、ね、あの、わ、うん、和洋中というか、和中でも。スープに合いますので、はいはい、全然、あのー、いけると思うので、やってみると、はい、いいと思いますよ。メール来ました。今ね、そばがきなんていうのもね、うんはい。あ、えー、ピメキチさん、あ、ピメキチさんなんだ。あ、ありがとうございます。あ、あ、あなたのね、お知り合いの。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。え、うん。ね。 だからまあそこら辺は楽しくいろんなことやってますよ鍋はね鍋自体はあとそうですねいろんなことやってましたね味噌をそれこそ昔のヘラ茶文字みたいなやつにくっつけて焼いといて溶かしたりとかもう闇鍋やらないんですか闇おでんね闇おでん闇おでんは近やってないですね闇おでん闇餃子闇餃子近やってないですねめんど面倒くさいですね 自分で作ったほうが楽です闇をで分からない方のために言いますけれども師匠のね落語のいわゆる巾着袋の中に巾着袋の中にいろんなものを入れて何入れてもいいんです何入れてもよくてでもとりあえずチョコとか溶け出すものやめてくれって言ったにもかかわらずたこ焼き入れたバカがいてすぐ引き上げますよそんな気がつけばねた焼きはね溶けますからね粉もんですからねそういうのとかソースの味とか困るのででも あれはあれでね、楽しかったですね。餃子も。餃子、あれ、グミや、グミです。グミ、バカ、グミ入れたバカ女がいたんですけど。それも、だめ、もう、うちの天井が全部甘い匂いでいっぱいなるんじゃん、天井が。そうです。なんかもう、原宿のなんか、きっと、おしゃれショップみたいな。あの試験管で、なんか飲ませるみたいな、あの。あのお店みたいな、甘い匂い。ギャルの店みたいな。そう、そう、そう。そうなんですよ。 グミは多分ね、すごい熱くなると、変に溶けるから、口に入れたものすごいやけどしますよね。そうですね。ええ、そうなんですよ。今年はまたそういうのやんないんです。えっと、今年はやんないと思います。うちで、大きな、忘年会はやんないです。正月はも、ちょっとや、しん、しん、やるかもしれないですけどね。はい。はい、ということでね、えっと、じゃ、あちょっとぼちぼちですね。え、まだ、あ、で、まだ時間いっぱいあります。ありますよ、なんか。ええ。 じゃあなんかえっと来週のやつを言い言いながら喋っちゃいますそうですか。そうね。あ、そうなんです。それでもってね。また明日も実は仕事あさってですからうですよね。10日と17日に梅田センターエルソフィアというところで我々はまああの一般の方入れませんけれども小学4年生に特化した足立区のね特化した落語会っていうのを毎年やってます。もうこれ10年ぐらいやってんですかね。そうなんですかね。私はまあ途中から。 3回もう4年5年ぐらいやっていただいてその前は竹谷さん30代の後半の微妙な年齢を共に過ごしはいおいくつですかと言われていくつですかっていうのを毎年言われそれで微妙な答えをしてうん

これも私たちだけじゃなくてその現場の人も毎年ね凝り始めてっていうそうですね一応鳴り物やってるのでそこで子供たちを脅かす仕組みがありましてそれをやると喜ぶんですけどそれを子供たちにもう一回再現してもらうっていうやつをねやってるんですけどもっと気難しい職人肌の PA う 何年も、こう、いってると、うん、だんだん、こう、きこ、気心が知れてくるというか、うん、だんだん、なんか、こう。分かり合いできます、ね。そうですね。おじさんと。は会うためにね、師匠、今度、軽く行きましょうよって言われる。んです、えー、<laughs> 何ですか、それ。分かんない。いつも軽く行きましょうよ、今度は。師匠 <laughs> の野口頃聞きたい,んいです。ん分かんないです、ね。<laughs> <laughs> ね、今年後半はもう野口五郎ばっちりでしたからね全然いいけもう前半だめでしたけどね今年の後半の野口五郎は声出しすぎていいもう全然もう全然かすれないですねです本当にいい調子で後半来てますんで来年もこの調子で野口五郎歌えたらと野 <laughs> また東能でカラオケしたいと思ってます、はい、まこれがまた10日とね17日両方ありまして、はい、えっと全部で3回やるんですけどす、ね、さっきちょっと計算したらね、はい 人ぐらいですね足立区の800人ぐらい4年生に聴かせるという年々増えてますからねちょっと楽しみですもう本当に小学生がもうあのあの喜んでね落語を聞いて笑ってくれる様子はちょっとね楽しいですよね見ててねでその中でねこのな職業もあんだなということを思ってもらうのも楽しいですしいいんじゃないかなと思いますね。それから夜また 夜はこれもまたもう毎年おなじみなんですがもう神田のね、えええー、豊島地検というところで、はいえー、もう長らくこれもやっと10年ぐらいなんですかねいわゆるその読み、えー、読みまあ、いいやのの NPO 法人とそのいろいろね、ええ、役所のなり合いがありまして今年あの今回3回目ではい。はい ネタを、ええ、スイカさんと私が一あるだから大体都市と町とか建物とかに環境係のある方しか、えええー、いないんですけどもそこはでも誰でも参加できてお金さえ払って予約さえしていれば、はい、そこに参加して打ち上げもあると、はい、毎年月一でやってるんですが、はい、我々の12月以外はほぼ人があまり来ないそうなので最終的にあの面倒くさいあの1人ずつ自己紹介。ええあ 毎回自己紹介必ずそれで我々が「今日もいつも録がありがとうございます」全員こちらこそって礼を言わなきゃいけないというイニシエーションがありますからそんなこともありますしね。まあことで来週は実はここで放送の中で来週すいません、来週ですね。 あの出るんですけど、しブらくはね、8時からなんですよ。ああ、そうかそうか。そうなんせいであのちょっと多分10時くらいに終わるんで、ここにちょっと間に合わないので、はい。ということで、今回手を回しまして、ここで今そこ放送局忘年会ということで、まああのこちらにいらっしゃるのもいいんですが、あのこのカメラの向こうで見てる方も一緒に忘年会をしていただいて、というのはですね、まあこんなちょっといろいろ企画ものをやります。その中でいろいろものが出てきますので、それをですね。 みんなでちょっと、はいえー、抽選で記念品を差し上げたいなと思っておりますので、はい、メールいただいた方から、ええ、いらした方の中からどなたかに差し上げるということをしますので、はい、ぜひ見ていただいてよかったらこちらに来ていただいてね、はい、飲んだり食べたりしながら、はい 1>, えー、1時間過ごしていただければいいんじゃないかなと、ええ、これ、私お休みでどなたが来るかはお楽しみですよ、ええ、はいもう、はい 出してますけどね。あ、もう出してるね。え、じゃもう言っちゃって大丈夫。あの先週も来ました。古屋敷り太君はい。まだいるんですね。これね。はい。結構東京いますね。はい。で話きこな聞きましたら、来年の1月もいるって言ってましたからね。ああ、そうなんですか。分かった分かったっつっても。浜崎出たいっつってましたけど。まあそんな感じになるかもしれません。はい。あとまたあの浜さんが浜祐介さんも9時まで新宿で用があるので、その終った後1時間かけてこっち戻ってくるということなんで、3人。 はい、揃いまして、お、えー、客様と一緒に楽しもうと思っておりますのでね、はいえー、乾杯のご用意もしていただけるといいんじゃないかなと思っております。えーはい、まあ年間これからまたね後半もいろいろありますが、はい、浜さんとはまたいろいろ仕事あるんですよ。はい、えー、とある議員さんの浅草ビューホテルでやる忘年会で予敬浜さん。今日ですね浜さんと二人で余興になりますね。はいえー まあ一門会もありますし私は,い、たはあの正月明けの店と決まったんですけどもあの王子の半平というお店があるんですが、はい、えそこでえっと、ね、新春の落語会やります。はい、で新春の落語会に なんと鈴木さんも私もはい接させていただきます。最初の方はずっと城さんばっかりですが、最後の1時間ぐらいまあ1時間もやらないかも40分ぐらいは鈴木さんと私でプロの時間がちゃんとありますのでね、一人1000円ということでその後終わった後は下で打ち上げもありますんでね、売上に貢献していただければと思っております。そんなことでね、あともう数分でございますけどもね、なんかあとそれもっともっと先とか予定ありますか？もっと先ですか？はい、えっとそうですね。えっ、ー、とあ今 あとあれがあるんです。えええっと東京カラバに載ってないんですけど、ほうほう12月の28日に二つ目の浅草演芸ホールの毎年のやつがあるんですけれども、あ,あのずっと一日昼も夜も二つ目たちが出るというね、うんうん、もうあのゲストの一応親うの方も何人か出るんですけど、ほとんどあの二つ目だけが出るというやつに出ます。うんうん、ええー、多分三時台ぐらいだったと思うんですけど。今年はそれを最後にやめたりするしかないんです。<laughs> 大丈夫今年は。<laughs> ねえ確かおと去年かおとがねおとと,と,ねおと,とがね一人いらっしゃった気がしたんですけどあのそちらにいてますので <laughs> そ,うそれは載ってないんですよね、はい、あの最近決まったんですよ、はい、黒歴史の中にね,ね,ねはいた、まあ、こけてはい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 はではい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  まあでもそんな忙しいわけじゃないんですけどね、別にね、えー、あのバタバタしてるだなんかやっぱり、でもまあ、普通の人もやっぱりね、12月って、なんとなく忙しいですからね、うん、そうですね、えー、まあまあ、12月は。私たちばっかりじゃないまあ、でも僕はね、正月って昔からね、いらないと思ってるんですよ。われわれにとってですよ、えーえー、仕事的にしし正月、えー、ゴールデンウィークが長い連休をすると、みんな心が停滞してしまうので、えー。<laughs> 次に起き上がらない休みが長ければ長いほど我々やっぱ必要じゃないんですよ皆さんが働いてらっしゃる余暇に存在してるところなので来年はだからですねなんと長い連休が一個もないんですって来年ゴールデンウィーク以外もう全部せいぜい日月なんです来年稼ぎ時でしょわかりませんけどね。そんな感じで 今年も終わっていくわけでございますけどもね、はい、まあ来年に向けて頑張っていきたいと思っておりますし、最終回もね、この二十訓日もあるそうですから、今年の最終回、ね、はい頑張ってやっていきたいと思っております。はい、それではそろそろ締めましょうか。はい、はい、春菊、追加の今速報放送局でした。おやすみなさーい。